はい、まずはじめに監督さんのお名前とチーム名をお願いします。はい、名前は横手と申します。はい、横浜市立早淵中学校に、在籍しております。はい、よろしくお願いします。普段の練習場所というのはどちらでされているんですか？そうですね、普段は基本的には学校のグラウンドであったりとか、はいはい、空いたところ、スペースでやっていることが多いんですけれども、はいはい、月に一度ぐらい近く の, 公園がございまして、はい、そこで野球ができる広さがありますので、そこを使わせていただいています。はい、ありがとうございます。監督さんに就任されたいいきさつっていうのを教えていただけますか？はい、私ここに早淵に来て、もう3年目になるんですけれども、はい、私が就任した時に前の顧問がいたんですけども、その人は、はい、野球が専門ではなかったので、はい、私がそこに引き継いで、はい、お願いしますということで、心よく受け入れます。はい、ありがとうございます。最近の主だった成績を教えていただけますか？そうですね、はい、最近はなかなか勝ち上がるっていうものはないんですけれども、はいはい、大体2年ぐらい前に、2、3回ほど勝ち上がって横浜市大会ベスト32っていうところまで行きました。はい、ありがとうございます。チームのなんかスローガンみたいな決めてるんでしょうか？スローガンというよりかはやっぱり いつも子どもたちに伝えているのは、はいはい、やっぱり、野球だけに限らず普段の生活からも基礎基本というものがすごく大事なんだよということを教えております。でやっぱりそこがないと、いろんなところが伸びないので、まずはその基礎基本というものをしっかりやっていこうということは常に言っています。普段の練習時間というのは大体どのくらいでしょうか？いつもは、平日は週4ぐらいで、はい、行っておりまして、はい、大体、まあ、休みは不定期なんですけども、はい、まあ、グラウンドの割り当てがない時やったりとか、はい、で、まあ、休みにしていまして、はい、で土曜日に、3時間ぐらい、練習をして、日曜日にオフっていう感じでした。あ、そうです。はい、ありがとうございます。チーム独特のなんかトレーニングとか、なんかこう気をつけてやってられることっていうのは？そうですね、はい、なかなかうちのグラウンドっていうのも特殊な形をしておりまして、はい、まあ、長方形みたいな形をしているんですけれども、でそんなに広くは取れないので、はい、まあ、グラウンドがない日なんかは空いてるスペースを使って、はい、まあ、バドミントンの羽を使ってバッティングをしたりとか、はい、まあ、あと隅っこをグラウンドの隅っこをお借りして、はい、そこでバッティング練習、またバッティング練習をしたりとかっていうのはしています。なんかトレーニングなんかやってることはあるんですか？そうですね、最近はメディシンボールとかを使って、はい、やっぱり下半身強化っていうものを務めたりとかしています。はい、ありがとうございます。まあ、卒業生でですね、高校で野球をする割合ってのは大体どれくらいでしょうか？そうですね、それはまあ年度によってまちまちではあるんですけれども、はいはい、それこそまた2年前の生徒なんかはやっぱり本当に野球が大好きだっていう子たちがすごく多かったので、はいはい、やっぱりそういう子たちは大体高校でも野球をやるって言って今でも活躍している子たちもいます。あ、そうですか。結構その高校、はい、大学で活躍されている選手も多いんでしょうか？そうですね、大学っていうところまではちょっと、はいはい、分からないんですけれども、はいはい、やっぱり高校行って野球やりますっていう子たちはすごく多いですし。あ、はい、そうですか、分かりました。あとクラブチームとの関係なんですけども、はい、中学校でですねクラブチームの、まあ、軟式公式に関わらず一応そういう子どもたちが入ることは、はい、大丈夫なんでしょうか？はいはい、そうですね、基本的にやはり野球をやりたいっていうのであれば、はい、私としてもぜひ、来てくれっていういいよっていうふうには認めております。はい、まあ、もちろん土日は、ね、参加できないっていうこともあると思うので、はいはい、そこは保護者と協力しながらっていうふうに。はい、ありがとうございます。入部なんですけども、はい、新しく入学されて、これ野球部への、まあ、勧誘っていうかですね、お誘いみたいのはどういう形でされてるでしょうか？そうですね、はい、私の学校はだいたい4月の初めぐらいに、はいはい、部活動紹介というものがありますので、はいはい、そこで、まあ、野球の楽しさとか、はい、こういうことをしてきますよとか、はい、ということもしていますし、はい、あと2月ぐらいですかね、まあ、生徒会を中心として、はいはい、ビデオ紹介というものを撮影しておりまして、はいはい、まあ、それを使って、まあ、ちょっと PV をというかプロモーションビデオを作って、紹介をしています。はい、なかなか今10名っておっしゃってました。はい、なかなかでも逆に人数がそれだけ限られているということは結構濃密な練習が
できるっていうこと。そうですね、まあ、一人一人に手をかける時間というのはもちろんいっぱいありますけど、やっぱりこの人数だと逆に言うとその実践的な練習っていう、まあケースノックであったりだとかっていうことがなかなかちょっと難しいなっていうところがあって、それに関してはやっぱりこちらとしてはちょっと苦労しているなっていう。今年もごめんなさい最後の質問なんですけども、はい、これからどんなチームに育てていきたいか、何か抱負があったら教えてください。そうですね、基本的に先ほどの、ね、スローガンのところでもと変わらないんですけど、はい、やはりまず基本は大事にしていただきしてほしいなというふうに思っていますので、はいはい、まあ、そこをまず重点的にやっていきたいということと、はい、やっぱりせっかく野球を、ね、選んでくれたの でそれを生涯ずっと野球をやって、はい、ってほしいというふうに思ってますし、はい、やっぱり野球があったからこそ僕今の自分があるんだっていうふうな、はい、思えるようなチームにしていきたいなというふうに思っています。はい、これからまた今年もたくさん試合あると思いますけども、はい、監督さんも活躍してまたどんどん野球部が盛んになるように頑張っていただきたいと思います。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。